こんにちは。2月26日のボイド特集第2弾です。取り上げるのは第2惑星より114とその相手である2です。最初に結果の確認ですが、114が1ギガ程度の差で勝利しています。各ポイントランキングがこちらです。指揮官としては1ギガを超えるプレイヤーは発生しませんでした。同盟としては、エムプ同盟とコアといった様子です。部は3位となっており、1位とは倍程度のポイント差です。今回の流れです。いつも通り、基礎数値をまず確認します。そして当日の戦闘やポイント推移を確認します。最後は感想となります。まずは、基礎数値です。2は全体順位としてナンバー2に位置します。個人のポイントが多く加味されるので、撃破数等の影響もあるでしょう。114としては14位となります。統合から約半年といった形です。各ランキングの平均がこちらです。同盟戦力はほぼ同等です。個人については、戦力や副官らは2が有利となります。そして、イベント勝率です。114は前回ボイドで勝利する前まで、表示上 2% といった勝率でした。そして、今回が 4% となっております。レーダーチャートがこちらです。殺害数を置いておくと、かなり近しい数値です。しかし、どの数値も2が優勢となります。同盟戦力の順位がこちらです。2からコア同盟、114からプ同盟といった印象があります。しかし、エムプ同盟としては8位であり3ギガ弱となっております。殺害数がこちらです。114だけに目を向けた場合、エムプ同盟がプ同盟に勝ります。そして、キルフェーズ当日の9時時点のポイントがこちらです。2が700メガ弱ですが、優勢で開始されました。コアがトップで開始、エムプは3位の状態です。すぐエムプがコアに追いつき、追い越します。エムプが徐々に差を広げていきますが、21時30分頃大きな戦いにより、コアがエムプを追い抜きます。コアがじりじり離すかと思いきや、エムプが再度逆転します。以降は小康状態となり少しずつ数値を伸ばしながら終了です。それでは、当日のワールドポイント推移とバトルレポートを確認します。終始小競り合いといった様子が続きます。ワールドチャットにも小さい戦闘で締められていました。しかし、僅差で開始したため12時過ぎに一度114が逆転します。それでも僅差は保たれたままですが、夕方頃から徐々に差が広がります。そして、21時30分頃、一度大きな戦いが発生します。不同盟からコアに向けた攻撃はコアの防御が成功します。これにより、差は一気に縮まります。早朝7時半頃フィークにより、中規模の都市への攻撃が成功します。かなり差は縮まりますが、なんとかキープし終了します。それでは、最後に感想です。まず、やはり低めの同盟戦力だったエムプの活躍が目立ちました。大きな戦いはグラフからも確認できなかったので、うまく隙を見つけてポイントを獲得したのでしょう。しかし、個人ポイントは1ギガを超えるプレイヤーも不在であり、全員で小さい戦闘を処理したのだと思われます。114はこれで2連勝しました。前回1年ぶりの勝利と聞きましたが、どうやら偶然ではない様子です。統合から半年経過した今、どのような変化があったかはわかりません。しかし2に勝利できるワールドの方が少ないでしょう。エムプの活躍が目立ちましたが、部も余力があるはずです。今後の戦いに注目したいと思います。それでは短いですが、今回はここまでとします。また、殺害数と損失数のデータが出揃いましたら、ランキングサイトと、ブログサイトへ掲載を予定しています。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。